どうもジェルス。さあということで、いよいよあさってね、ラオスに行くんですけれども、ちょっと荷物をまとめなきゃいけないんで、今からパッケージングしようと思います。パッケージングであってたっけ、荷造りのことをなんていうかちょっと忘れちゃったんですけれども、はい、そして今持っていくスーツケースがこちらでございます。スーツケース、今からパッキングしていきます。シャッ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 、おお、いい感じじゃない？深いね。わかりますかね、こんな感じです。いいね、たくさん入りそう。さあということで、まずは何かな。まずは僕、今回結婚式のために行くので、スーツですね。結婚式用のスーツ、これがないと始まらない。さあスーツ、こちらでございます。このスーツをですね、うまい感じにまとめることができるんですよ。小さいこのサイズまで折りたたむことができる。これ出張の時とかに結構便利で、まあ、結構な値段するんですけど、ただプラスチックでできたねやつなんですけど、まあ特許かなんか取ってるのかわかんないですけど、この会社しか俺出してないんですよね。スーパックっていうめちゃくちゃコンパクトなスーツも売られるんでね、すんげえいいんですよ。最高なの、久しぶりに使います。じゃあ見てください、このオーダースーツ。はい、という感じで今スーツ、ズボンの方をまとめ終わりましたね。めちゃくちゃコンパクトになるんですよね。で続いて上の方もまとめてまいります。まとまりました。いや、まとまった。よし、この大きさにまとまりましたよ。素晴らしくないですか。さあそして次にですね、これですわ。靴、革靴です。僕がですね、人生で初めて買った本革の靴かもしれない。めっちゃ重いんだよね、本革ってね。いやー、すごい。ジャーランスリービバヤっていうところかな、メーカーは。結構クオリティがいいんだけど、そのインドネシアで作ってるから人件費が抑えられて、この値段でこのクオリティみたいな感じの靴らしくてですね、僕もちょっとあんまり靴詳しくないんだ。靴詳しい友達におすすめ教えてもらったら、ここをちょっと俺狙ってんだよね。ジャランスリービバヤ、何それ、じゃあ俺もそこ買うわっていうことで買ったんです。いやね、なんかびっくりしたのはね、これ多分百貨店とかで買うとおそらく3万円とかなんですよね。でも多分僕一生使おうかなと思って、靴に3万円もかけたことないんで一生使いますただこれ悲しいのがですね、その百貨店で買った1週間後に大阪の本町でなんか飲みの市みたいなやってて、ちょっとおしゃれ系の飲みの市、そこで2万円で売られてましたねいや、あれはちょっとショックだったな。でこれね、やっぱ靴なんだね、どうやって運ぶかっていうのが結構難しいんですけど、こういう感じでトラベル用の靴入れがあるんですわ。これに入れるんですね。こうすることでコンパクトになりますと。でスーツとか靴っていうのはさ、こうやって特別なやつに入れていかなきゃいけないから、やっぱ荷造りっていうのはどうしてもね時間がかかるんだよね。であとこれね、これ時計ですね。セイコーでございます。これもですね、まあまあしますね。これ僕がですね、成人式の時にじいちゃんとかから、じいちゃんとかばあちゃんからお祝い金をもらったんです。じゃあそのお金をなんか形に残るものにしときたいで、なんかそれを使うたびにそのじいちゃんとかからもの、成人式でもらったんだっていうことを思い出せるようにしときたくて、これをね、買ったわけですよ。だからあんまり使うことないんですけど、特別な時しか使わないんですけど、本当にね大事な時計ですよね。さあということで、次はですね、シャツですね。シャツ見てこれ、なんだこれ、ランピンっていう、これね、これもすごいんですよ。ちょっとあんまなんか値段のことばっかり言うのもあれですけど、これね1万5000円くらいするんです。でもちろんね、僕がね、いくら結婚式のためとはいえ1万5000円のものを買えるかというと、そういうご身分ではないんで、これ友達からねもらったんですね。結婚式の返礼品みたいな感じでもらったんです。
で多分引き出物みたいなのがフォントあるんだけど、そういうのがもらえなかったんですよね。なぜかというとコロナだったんで、あの結婚するということを聞いてたんだけど、まあその引き出物をあげなかったんですね、友達がね、結局ね。だから多分その代わりに返礼品みたいな感じでこれをくれて、実際にこの券をもらってね、これが買える券をもらったんで、近くの高島屋まで行ってこれをね、オーダーメイド作ってました。オーダーメイドのシャツっすよ。いやすげえ、オーダーメイドのシャツにオーダーメイドのスーツを着るという、まあ、多分僕の人生史上一番おしゃれな日になりますね、このあのラオスでの結婚式ってのは間違いなくね。さあ、そしてあとはもう普通の着替えかな。化粧水です。化粧水、化粧水はいるよ。化粧水はいります。あとこれは乳液ですね。乳液だ。あとはこれサングラスかな。サングラス、今ラオス暑いですからね、日差しもねやっぱやばいと思うんですよ。あとはね、結構ねガジェットを持っていくんで、僕はこの電池系はねダメなんですよね。この預け荷物に入れちゃダメなんですよ、電池系は。預ける荷物と実際に機内に持ち込む荷物に何を分けるかで出国してからの快適度が変わるんですよね。これね、あと三脚とかね大事ですからね。三脚もね、これハードディスクなんですけど、これはどうなんだ、これビエジャっていうのかな、どうなんだろうな。本ですね、本。まあ、なんだかんだ言って結構いろいろやることあると思うんで、全部読むことは難しいと思うんで、まあ何冊か持っていこうかな。なんだろうな、世界の神々辞典とか持っていきますか。世界の神々辞典3冊くらいかな、3冊くらい持っていきましょうかね。あとはこれかな、フットレンズとか。はい、という感じでいろいろと詰め込みましたよ。詰め込み自体はね20分30分で終わるんですけど、詰め込むためのものを探すのにめちゃくちゃ時間がかかって、結局2時間くらいかかりましたね。まあ、こんな感じで、あとはですね、明日コロナの PCR 検査、もし陰性だったらしこたまカップラーメンを買わないといけないんで、ちょっとスペース上げとかないといけないですよね、カップラーメン用に、うん、はい、という感じでございます。そんな感じで明日 PCR 検査行ってまいります。おはようございます。さあ、ということで昨日から一夜明けまして、今日今からいよいよですねラオスに行くわけですけれども、その前に何があったかっすね。はい、こちらです。ドン・キホーテでカップラーメン買いましたカップラーメンいくつ買ってたんだろうな、ちょっと並べてみます。やばいやばい、これはねパッケージパッキングしないと。17ですすごい、17も買ってたんだ。あのいくつ買ってるか結構把握しないまま、もうポン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 入れてたんで、ちょっとですね、びっくりします。これ入るのかな、入る、これ入るかな、え、入るのこれ、大丈夫これ、これでどうかな、入った、余裕で入りました。すごいですこのスーツケース。さあ、ということで土砂降りですけど外タンクへレッツゴー。ご視聴ありがとうございます。こんな感じでエラチャンネルでは旅に関する動画をどんどん上げていっております。少しでもいいなと思ったらいいね、あとはこの真ん中のところを押してチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。もししてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。もっといい動画を上げようという励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。